おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。52歳になりました、今年の夏で、うん、で、ちょっと、いろいろ話すと長くなるので話しませんが、いろいろありまして、ピアノの弾き語りを始めました。では、この曲をやりたくて弾き語りを始めたという曲、シオンというシンガーの俺の声という曲を歌いたいと思います。私どうも人との関係がうまくいかなくていろいろ挫折があったんですが、その原因が発達障害というものにあるのが最近分かりましてですね、人と話をしてもすれ違っていく一方なんですね。そういう中で
こういう音楽を通じて、まあ、自分が生まれた証を残していこうということで、約3年前から始めました、ということで、もう一つシオンというミュージシャンの大好きな曲、このままがという曲を聴いてください。待ちくたびれて眠ったお前の柔らかな髪を撫で、壊れないよそっと、静けさにかすかな吐息ただ揺れている、このままが、このままが何よりも、このままが何か夢でも見てるんだろう、気持ちよさそうに微笑んだまま、静けさにかすかな吐息ただ揺れている、このままが、このままが何よりも、このままが小さは言葉じゃなくて、その気持ちから、このままが、このままが何よりも、このままが、このままが、このままが何よりも、このままが曲やらせてください、チャールズ・チャップリンという人の作ったモダン・タイムズという映画の主題歌のスマイルという曲です。
shining there for you. Light up your face's gladness, hide every trace of sadness. Also at you, maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile at the use of crying. You'll find that life is still worthwhile if you. Just smile. ありがとうございます。